い、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。プロ野球スプリッツ2015の続きをプレイしていきたいと思います。今日は、阪神戦ですね、早速プレイしていきたいと思います。今日の相手先発はメッセンジャーですね。去年最多勝投手のメッセンジャー相手に、まあ、どう戦うかというところです。まあ、ストレートは150キロ、まあ、156キロだったかな。出る上に沈む系のボールも持ってるし、変化球も多彩ですからね、メッセンジャーは。一方、ジャイアンツの方の先発は宇都宮。防御率は4点台ですかね。まあ、優勝に向けてきっちりと勝っていきたいと思います。まずは1回の表、高橋由伸の第1打席目はツーアウトランナーなしで、打席には3番バッター回ってきました。前回のゲームで打点を挙げています。メッセンジャーの調子は普通ですね。ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーはメッセンジャー、そしてキャッチャーは141キロ。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。いや、今のキレで140キロで落ちる球って打てるわけないよ、ね。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを見極めるタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。スプリットですね、おそらく。なんとかバットに当てました。アウトローを見送ってボール、外角低めにストレート148キロ外れて2ボール2ストライクの平行カウント、際どいコース外れました。3ボール2ストライク、手が出なかったんですが、あ、高めに外れてくれてますね。153キロのストレート、フルカウントから最後はストレート153キロに空振り三振。攻守変わってで、タイガースの攻撃ですね。大村大和が打席に入ります。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。相手を0点に抑えて第1球を1回の裏に移ります。打ちました。これはセカンド、今日入っている亀井が抑えています。その3回、4回の表ですね、2回の攻防で両軍1点ずつ取り合って1対1同点で4回の表、この回の先頭打者で高橋由伸から始まります。メッセンジャーはここまで33球投げたね。タイガース同点で迎える4回です。さあ、小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね。追い込まれてから第3球はこれはうまく打ったけど、ライト福留の正面、スプリットにうまく反応できたんですが、あ、福留の正面でした。さあ、そして打席には高橋が入っています。ワンアウトランナー2塁1塁、メッセンジャーです。バッターが続きますね。さあ、一打勝ち越しという場面、こういった要所を抑えていけるかがポイントになってきますから、ここは勝ち越しを許してはいけませんよ。ワンヒットで勝ち越しという場面ですけど、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。153キロのストレート、バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割2分3厘となっています。やはりクリーンアップ、カウント1ボール2ストライクからの第4球、ここも期待できるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。変化球打った、これは進塁打にはなるか。そのまま一塁に入ってアウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。スプリットだったと思いますが引っ掛けてしまいました。回は6回まで進んでますけど、ヒットの数は阪神が10本打ってるんですが、巨人の方が4安打で3得点と効率よく得点を上げてリードしてます。3番バッター高橋、ピッチャーはメッセンジャーから福原にスイッチします。2アウトになっています。まずは初球ストレート、この球は外れています。はスローカーブが外れてワンボールワンストライク、外わずかに外れた。このカットボールも低めに外れています。第4球、惜しいですね。これで3ボール1ストライクになって、バッター有利のカウントから
フルカウントです。150キロのストレートにタイミング遅れて、フルカウント。福原何で来るか、ウィングボールは何か。ここでフォアボールを与えました。これはうまく見逃せました。そして回は8回の裏ですね。さあ、そしてバッターボックスには藤井が入ります。ノーアウト満塁ですね。なおもチャンスで満塁の局面。まあこの場面でしっかり追いついて、そしてキャッチャー藤井、なるほど、そうですよね。ツーストライクと追い込んでます。インサイド打った、抑えた。これはゲッツーになります。アウト、ゲッツーを取りました。ただゲッツーの間に1点返して、その差1点差。そして最後のバッターになるか。バッターボックスはマート。今日は2打数2安打2つのフォアボール。2アウトランナーありません。わー、これは入るか。フェアだ。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。バッターランナーは二塁まで進みました。今日3打数3安打ですね、マートは。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ、素晴らしいバットコントロールですね。うわ、これ本当、もう、ライン上ですね、このマートの打球は。さあ、タイガース、重要な場面を迎えています。一発出れば決まる場面で彼ですから、さよなら。宇宙間へ。うわー、これ同点だな。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース新井が同点タイムリー。3対3、なおもチャンスが続きます。いや、西さん、本当にチャンスが強いですね。なおランナー二塁ですね。さあ、ここでタイガースダイソーを送ります。そして新井に代わって西岡が二塁ランナーに入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、チャンスが続きます。マーキー外れてフォアボール。貴重なランナーが出ました。チャンスが広がります。ツーアウトランナー二塁一塁、3ボールから福留。さあ、このチャンスでバッターボックスには6番の福留が入っています。このボールは外れてフォアボール。これでサヨナラのピンチが拡大しました。ツーアウト満塁。バッターボックスには代打の北条。さあ、兄さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね。3対3の同点、ツーアウト満塁。この起用に応えたい。そしてバッター北条、空振り三振。ここは空振り三振。マジさんがなんとかこらえた形。兄さん、サヨナラのチャンスをものにできます。そしてジャイアンツ10回の表、ピンチの後はチャンスありです。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入ります。1点取って、なおツーアウトランナー2塁。ランナーを得点圏に背負っています。ここで離されると難しくなってきますから、強気のピッチングで切り抜けてほしいですね。ストレートがボール。なるほど、そうですよね。このカットボールも完全なボールですね。これ勝負してこないか。そんなことない。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。これはいいボール、追い込みました。ツーエンツーから最後はなんとか当てました。1球目は何か、高め外れます。スリーボールツーストライク。フルカウントになって見逃しです。この回点は取られましたが、ここで厳しいコースだったな。打順はトップに返って山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーなしから大和が最後、あと1点が届く、打ち上げてセカンド井端が抑えてゲームセット。タイガース痛い敗戦となってしまいました。巨人なんとか勝ちました。ヒット14本打ってる阪神は3得点で負けてますね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと阪神からするとかなり悔しい負け方ですね。もう再三のチャンスがあった。少なくともジャイアンツよりかはヒットがね、はるかに多いですからね。これ見てもらったら分かるように、ジャイアンツはヒット4点ごめんなさいヒット5本で、4得点のジャイアンツ。
一方タイガースヒット14本で3得点。続いて、引き続き阪神戦ですね。その前にアシスタントさんをちょっと呼んで始末でちょっと体をほぐしてもらいましょう。あとですねアロマセラピストさんも呼んで調子を絶好調に上げちゃいましょう。であとはですねフードコーディネーターに依頼をして、この辺は可愛い子ちゃんたちなんでガンガン依頼していきます。こんなとこですね。さあ、阪神戦の第2戦入っていきましょう。ピッチャー岩本です。ストレート147キロ、シュートスライダー、フォークにスローカーブが持ち球の岩本。ジャイアンツの方は沢村が先発と。タイトル争いの方の話を少しすると、打撃部門はホームラン王と、首位打者、そして打点王ってあると思うんですけど、まずホームラン王はまあほぼ確実かなと。よく晴れた天気になりました。打点に関してはちょっと爆発するのがあと 1,2 回、まあ、2回ぐらいないと厳しいかなっていうところですね。で、首位打者に関しても同じです。バッターボックスには3番高橋。本塁打ランキングは昨日のゲームでは無安打に終わっています。独走ですね。2アウトになっています。で打率今3割8厘なんですけど、3割4分ぐらいないと難しそうな感じですけど、これはいった、失投、入った、ホームラン、先制ホームランです。ジャイアンツ初球失投が来ました。いきなり先制弾を浴びました。タイガース先制を許します。完全なスポイント。いやーこれは失投でしたね。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。これは完璧な当たりでした。さて沢村の立ち上がりはどうかというところ、注目していきたいんですが、ツーボールワンストライクから打ちました。これはどうだ、これは沢村も失投でしたね。今ね7試合連続安打、3点を献上しましたが1回の裏で2点を追う展開となって、第2打席目高橋由伸はワンアウトランナー1塁の場面です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。先ほどの回はホームラン、最初は変化球できました。この回はどうか、次は2球目胸元へ決めてきました。ストライクです。ここまでスライダーストレートとポンポンと簡単に追い込まれてしまった。内への変化球は決まりません。このフォークは内角に外れてます。最後はストレート141キロ、空振り三振。ただその後沢村も粘ってますね。初回3点取られた以降は粘ってます。フォアボールのランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはタイガースが岩本、そしてジャイアンツが沢村、甘いボールが来たんだけどな。6回の表ワンアウトノーアウトランナー一塁線破っていった。
一塁からファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット甘いボールを多分カーブだったと思うんですけど、さあこのピンチランナーを置いてどう対処していくでしょうか。一塁線にツーベース。1点取ってなお2アウトランナー3塁1塁で7番村田。さあなおもピンチの場面、まあ、この流れをここでしっかり立っておきたいですね。なるほど、そうですね。初球はストレート148キロに空振り。バッターボックスの村田、今シーズン得点圏での打率は2割飛んで8厘となっています。このストレートは見逃してますけど、まあ、ポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まああまり気負わず平常心でいってほしいです。変化球打った、ボテボテの内野ゴロ。これはもうボテボテの当たり損ないですね。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。点止まり。8回の表1点を追う展開で安藤がマウンドに上がりました。ただ防御率は4点台ですね安藤。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。そしてゼフ長安藤、これは失投が来るかもしれないと。長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド打ち上げました。甘いボールが来たんだけど伊藤抑えてワンアウト。もったいない、もったいないですね。センターフライ。試合はそのまま、タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。初回にホームランを打って、ゲームでした、ね、いい感じで発進したんですけど、その裏沢村が3点取られたのが痛かった。セリーグパリーグともに首位ジャイアンツ、ブルーウェーブ、ブルーウェーブじゃないや、オリックス、マジック6ですね。そして阪神戦の第3戦は先発藤浪です。ストレート157キロ、カットボール、フォークにスローカーブ、ツーシームにスライダー、チェンジアップ、藤浪です。ジャイアンツはこの前藤浪に完封負け、しましたよね。このプロ野球スピリッツ上ではどうか。特に藤浪の場合、速いストレート、カットボール、まあ、速球系とスローカーブ、この好天に恵まれました、甲子園球場です。スピードの落差っていうのはかなりありますからね。クリーンアップが登場します。バッター高橋、打線は5打点でエルドレッドを打率は3割を上回っています、ね、好調の今シーズン。2アウトになっています。藤浪の調子は普通、今日の先発ピッチャーは防御率が 3.77、 ここまで8勝をマークしています。初球大きく外れています。148キロのストレートから2球目は何で来るか。アウトコース空振りです。第2球もストレート149キロ。打ちました。これはどうだ、ファウルになります。これは甘いボールだったんですけど、打ち損じてファウルにしてしまった。バッター見送りました。ストレートが外れて2エンド、2ボール2ストライク。打ちました、取った。これも甘いボールだったんですけど、打ち損じてショート鳥谷の正面。
藤浪や打者3人で立ち上がりました。1回の裏、これからタイガースの攻撃が。一方小山はどうか。ヤマトが打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。2球目打ちました坂本。これはショート坂本が抑えてファースト阿部に送ってワンアウト。ただ1回の裏に1点取られて、2回の表にジャイアンツが2点返してリードしたものの、そのすぐ裏タイガース2回の裏に1点返して2対2の同点という展開です。先ほどの打席はそしてワンアウトランナー1塁で高橋由伸の第2打席目、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球甘いボール来て思いっきり打ったんですけど、センターが取りました。2アウトです。ちょっと打ち損じが多いですね最近ね、すいません。甘いボールだったんで思わず手が出たんですが、センターフライ。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。回は進んで、5回の表です。まただね、勝負強いバッターを迎えてますから、両軍動きなし、2アウトランナー2塁、依然2対2、そうですね、さあ1打勝ち越しという場面です。まずはカットボール140キロが外れてワンボール。今シーズンの得点圏打率は3。どうだこれは、うん、うまく出た。これもカットボールかなと思うんですけど、ただセカンドランナー帰ってこれなかったか。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ライト前に綺麗にヒットを放ったんですけど、当たりが良すぎてサードランナーは帰ってこれなかった。さあこの場面で打席には4番の足の速い坂本が二塁にいたんです。引っ張った。抜けていった。ワンバウンドヒットになった。三塁送球はどうか。サードランナー。のタイムリーで勝ち越しです。勝ち越します。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。高めだったんだな。このゲーム中盤、ここでリード。打順は3番高橋の、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打席が回ってきました。フォアボールのランナーが出ています。ノーアウトランナー1塁。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。際どいコースには投げ込んでいます。このスライダーが外れて2ボール1ストライクとなりました。今のはボールになります。よかった外れてくれた。内角にスライダーが外れて3ボール1ストライク、まあ、ここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。なるほど、まあ、さあ何を選択してくるか。打ちました。どうだ甘いボールだったんでなんとか。あライト前ですね。その前のボールがファールになってくれてよかった。ここはうまく、おーこれはピンチですね。ノーアウトランナー三塁一塁か。打席にはこれは1点覚悟した方がいいな。西村と鳥谷のマッチアップ。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。3ボール1ストライクから外角低めのストライク。このストライクは厳しいところに多分決まったんでしょうね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。ストレートライト前へ抜けていく。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰っていきました。これで同点です。同点。期待を裏切らないバッティングでした。ここで同点にします。3塁にランナーいたんで、吉野はバックホームとかしてるね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。これも続きたいですね。さあそしてこのチャンスで打席にはなおノーアウトのランナー2塁1塁1が勝ち越しという場面で福留ですが、福留は三振。そして伊藤隼人、これはいい当たりだけど亀井が取った。ツーアウトランナー2塁1塁と変わっています。それで二塁一塁ですね。ツーアウトランナー二塁一塁、ツーエンドツーからスローカップ。空振り三振。前にボールを飛ばせません。なんとか同点で踏みとどまった形。そしてジャイアンツは8回の表に2点追加点上げてますね。勝ち越し点ですね。これで2点リードとなって、吉野もこれ最後の打席になる。巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。いやこれはねもう本当にバッターにバッティングをさせないような
そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、ストレートが外れて2ボールの、ここはバッターフルスイングしていきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。このストレートは入ってる。高めに大きく外れています。3ボール1ストライク。さあ5球目は何か。外れてフォアボール。完全なボール球ですね。試合の方そのまま終了してます。ジャイアンツが5対3で勝利を収めたゲームになりました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが残念ながら敗戦となってしまいました。吉野部が2安打放ってますね。他の試合結果、ご覧の通りですね。セリーグは DeNA とドラゴンズ、パリーグの方がファイターズとオリックスが勝ってます。はい、というわけで、今回はタイガースとの3連戦ですね、お届けさせていただきました。次回はDeNA との一戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひ応援をよろしくお願いします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。